夏休みの過ごし方が受験生とは思えない秋篠宮友人さん17の東大合格はほぼ間違いないそう報じたのは「週刊新潮」8月1522日号である一方の「週刊文春」「同は悠仁さんが行っている筑波大学附属高校は毎年東大に20人超は入る有名進学校だが残念ながら悠仁さんの成績はその中でも 異例で授業についていいてくのも難しいと東大への推薦入学を疑問視している同じ日に発売された西が悠仁さんの東大進学問題について全く違う見方をしているのはなぜかまず身長から見てみよう同志が根拠の一つとして挙げているのが悠仁さんの受験生とは思えない余裕のある夏休みの過ごし方である 悠仁さんは7月31日から1泊2日の日程で、岐阜県で行われた第48回全国高等学校総合文化祭に、公務として秋篠宮と典子さんと共に臨席した。さらに、今週11月に開催される予定の秋の園遊会にも参加することは当然あり得ると、7月18日の定例会見で西村康彦宮内庁長,長官が繰り返し明言したというのである。 東大の推薦入試は、実に、おあつらえ向き。悠仁さんは東大農学部への推薦入学を目指しているといわれている。東大が発表した25年度の募集要項によれば、出願の締め切りは11月6日。提出書類による第一次選考の結果の発表は12月2日。通過者は同月中旬に面接試験に臨むという。 だが難関は年明けの1月18日から2日間にわたって実施される大学入学共通テストで、推薦出願者にも1000点満点の試験が課せられ、800点が合格ラインだと言われているようだ。最終発表は来年の2月12日の予定。共通テストが久人さんにとって最大の難関のようだが、大学受験塾 YSAPIX の教務部によれば、 過去に東大の学校推薦に合格したケースでは共通テストの成績よりも提出した書類や面接の方が重要視されている傾向だというのである悠仁さまにとっては実におあつらえ向きの入試である慎重その理由は悠仁さんは昨年11月に赤坂御用地に生息するトンボの生態をまとめた論文を国立科学博物館の研究士官らとの共同執筆で発表なさっています また今月25日から京都で開かれる第27回国際昆虫学会議でも皇居の動物相モニタリング調査という研究をポスター形式で発表なさるご予定なのです。宮内庁担当記者一流の学者との論文執筆国際学会への参加など一般的な高校生には縁遠,遠いことをいとも簡単に成し遂げて